ピーター・レマーは、イギリスのジャズミュージシャンである。ピーター・レマー・クインテット、スポンティニアス・ミュージック・アンサンブル、アネット・ピーコック、ハリー・ベケット、ギルガメッシュ、ベイカー・ガービッツ・アーミー、セブンス・ウェーブ、ハリー・ベケッツ・ジョヤン・リー・ミテッド・ピエール・ムーランズ・ゴング、マイク・オールド・フィールド・グループなどと共演している。彼は現在、インカ・フルーツ、ピーター・レマー・アトリオ、カルテット、 バーバラ・トンプソンズ・パラフェルナリア、ピーター・レマー・ビリー・トンプソン・カルテット、デュオと共演している。ピーター・レマーは、イギリス、ロンドン生まれ。スベン・ウェーバーや、ジョン・ガードナーと共に、また個人的には、トーマス・ラヤナと共に、王立音楽アカデミーで、ピアノと作曲を学んだ。さらに、ジャック・ゴールズ・ウィーグによるロンドンでのワークショップでも、勉強した。レマーは、その後、 デビット・ウォルターとダブルベースを勉強するために、ニューヨークに行き、ビル・ディクソンが運営するワークショップに参加し、ジャッキー・バイアードやポール・ブレイとピアノを勉強した。1965年、彼は、ジョン・スティーブンスとジェフ・クラインとのトリオを結成し、リトル・シアター・クラブのオープニングを飾った。1966年には、ドラムのジョン・ハイズマン、テナー・サックスのジョージ・カーン、 バリトンサックスのジョン・サーマン、そしてベースのトニー・リーブスと共に、ピーター・レマー・クインテッドを結成。このバンドは、ロニー・スコッツ・ジャズ・クラブでのシーズンを成功裏に果たし、マイク・テイラートリオと共に、1960年代後半から1970年代初頭に、かけて英国のフリージャズ・ムーブメントへの道を切り開く一助となった。その成果は、一枚の LP。 エディ・クレーマーによってエンジニアリングされたアルバムローカルカラーとして切り結ばれた。1969年、レマーは実験的なジャズグループスポンティニアス・ミュージック・アンサンブルと仕事をした。その年、彼はバーバラ・トンプソンのグループにも加わった。その関係はバーバラが夫のジョン・ハイズマンと共にパラフェルナリアを結成するところにまで発展した。パラフェルナリアは ヨーロッパで最も頻繁に演奏するジャズ志向のグループになり、レマーは現在までのほとんどの期間でキーボード奏者を務めた。そして10枚のアルバムがライブで、またはトンプソンとハイズマンの所有するテンプルミュージックスタジオでレコーディングされた。1974年にレマーはギルガメッシュに参加し、いくつかのギグといくつかの BBC セッションを果たした。 彼は、その後、引っ張りだこのセッションプレイヤーとなった。1974年、シンセサイザーを基調とする、ロックバンドのパイオニアであるケン・エリオットの、セブンス・ウェーブに加わり、彼らのセカンドアルバム、サイ・ファイに参加している。1975年に、彼は、ジンジャー・ベイカー、ミスター・スニップス、そしてガービッツ兄弟に加わり、ベイカー・ガービッツ・アーミーで、アルバム、 天井の戦いをレコーディングした。1976年、最終アルバム、ストレンジ・テレインをレコーディングしていた、ヤン・デュークス・でグレイに短期間参加した。アルバムは1976年に録音されたものの、2010年になって、やっとリリースされた。1979年に、レマーは二人のキーボード奏者のうちの一人として、マイク・オールド・フィールドの50人編成のツアーバンドに、 加わった。これが縁で、ピエール・ムーランズ・ゴングのアルバム、タイム・イズ・ザ・キーにゲスト参加した。レマーは、バンド、イン・カ・フーツで仕事をし、共にアルバム、カッティング・ボース・ウェイズで演奏し、ヨーロッパをツアーした。1987年には、パラフェルナリアに参加し、アルバム、エイク・ライフ・ロム・ザ・ハート、エバーラスティング・フレーム、シフチング・サンズで演奏した。 レマーは再びインカフーツと仕事をすることになった。アルバムティッキングインで演奏し、1995年にはバンドに永久再加入することとなった。2度のインカフーツツアーの後、レマーは1999年に最新アルバムをサポートするパラフェルナリアとのツアーに専念した。なお、バーバラ・トンプソンがパーキンソン病と戦っている間、ツアーは行っていない。 レマーの近作には、ビリー・トンプソンと録音した、プレイヤーズ・オブ・ゲームズ、ルッキング・フォースープ、イン、カフーツと録音された、オール・ザ・ト・パラフェルナリアと録音された、ネバー・セイン・グッバイなどがある。現在は、ピアノ、即興演奏、音楽技術の指導を行っている。また、スペインのハーロー管演楽団とも共演している。また、世界的な飢餓を終わらせるためのロビー活動にも、 積極的に関わっており、世界的に貧困を根絶するための英国有数の市民擁護団体であるリザルツ UK のグループリーダーとして参加している。ありがとうございます。